V 字回復の大きなポイントが思い込みを捨てるっていうことでした。そうなんですよね、はい、これだけの膨大なデータがあるということが、うん、お宝の山であり、他の出版社だったらもうありえない、うん、最初書店に置かないなんてありえるのかなと思って、うん、どうやって売るんだろうと思いましたし、うん、一切置いてないんですか。一切置いてないです。5年で実売数3倍にまでなったという、マーケティングチームのデータ、それから編集部が普段のハガキなり直接お会いして感じている調査、それからシンクタンクがやる定量調査、これを全部組み合わせて顧客のことを理解する、うん、本当には顧客理解できてなかったのかもしれないなと思っています。判明したことは全部一回捨てて、また最初から調査、これは徹底調査するしかないですね。ロークさん、はじめまして。今日お時間ありがとうございます。はじめまして、よろしくお願いいたします。お願いいたします。私、令和トラベルの大木優希と申します。よろしくお願いいたします。ハラミクホールディングスの山岡と申します。ありがとうございます。頂戴いたします。頂戴いたします。ありがとうございます。お会いできて光栄です。本当にお時間ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。ご経歴とかも、はい、拝見させていただいて、はい、勝手にちょっとこう親近感というか、はい、いろいろとこうチャレンジされているタイミングが、はい、やっぱり40前後にあるのかなというところを感じていて、はい、なんかちょっとその辺の山岡さんご自身の部分も含めて、はい、今日はなんか私吸収できる部分を吸収させていただいて帰りたいなというふうに感じております、はい、長く大手出版社にお勤めになられて、はいはい、結構思い切ってこう転職されたのが、前職長くしっかりと働かれてからなんですよね、はいはい、そうですね。新卒で入った出版社に丸20年、うん、勤めて、もう本当に全然転職すると思っていなくて、うんうん、やはりその新人時代から育てていただいた先輩とか一緒にやってきた同期とかもいて、もうとても楽しく伸び伸びとやってた感じだったんですけど、でも一方でちょっともうやりきった感もあって、新しいチャレンジがしてみたいなと思って、丸20年経った43歳の時に、今のハルメクに入社しました。今回のゲストは、シニア向け女性誌、ハルメクの編集長、山岡麻子さん。50代からのスマホ特集など、顧客に寄り添った独自の切り口が支持を集め、就任から5年で、読者数を3倍以上に伸ばした V 字回復の立役者、出版業界で働きながら MBA を取得。まずはそのキャリアのルーツに迫る。その前のタイミングで改めて大学院に入られて MBA を取られているんですよね、はいはい、そのあたりも何かこう40前後とかで思うところがあってそうされたんですか。はい、私29歳で初めて編集長になったんですけれども、うん、センスっていうか、まあ、自分のこう編集者としてのアイディアとか勘とか経験とかでしっかり雑誌を売っていくっていうことができたんですけれども、まあ、途中でやっぱりより大きな編集部の編集長になっていくにあたって、やはりマーケティングですとか戦略ですとか、そういうものもちゃんと学ばないと、大事な雑誌とか大事な事業とか、あと部下の雇用とかを守れないんじゃないかっていう気持ちになって、30代後半で初めてビジネススクールに通いました。結構そのまあ実践でそれだけ経験されていると、じゃあ体系だってわざわざ学問として学ぶある意味必要がないんじゃないかなって旗から見てると感じるんですけれども、はい、そこで学ばれたことっていうのも大きかったですか。もうすごく大きかったですね。そうですか、はい、出版社じゃない、あるいはその、まあ、メディアではない、別の会社にいたら学ぶことなのかもしれないんですけど、私はやっぱりビジネススクールに行くまであんまり数字のことですとか、はい、会社全体の戦略ですとか、そういうことについてそんなに考えたことがなかったんですよね。でもどっかでそれをちゃんとやらないと、これから その出版だったりとか、コンテンツ産業っていうのではなかなかアイデアだけでは立ち行かないんじゃないかっていう危機感もあったので、へ、まあ、すごくいけてこう目から鱗っていうか
こういう考え方があるんだとか、そのあたりもすごく視野が広がったのもありますし、うん、実際今ハルメクでは、うん、ホールディングスの取締役をやってるんですけれども、うん、まさかこんなことになると思ってなかったので当時あんまり興味がなかったファイナンスとか、はい、そういったことも今はとても役立ってますし、本当に行ってよかったなと思ってます。今こう結構大人の学び直しみたいなものが注目されていると思うんですけれども、はい、ご自身のご経験から、はい、そのあたりに対してはどういうふうに思われますか？はい、そうですね、経験から言えば、うん、ぜひ皆さんにお勧めしたいです。ただ本当に仕事しながらやるのが大変なんですよね。はい、どんなふうに時間やりくりされてたんですか？私の言ってたのは社会人が仕事の後に、うん、学校に通うっていうスタンスの、はい、ビジネススクールだったんですけれども、入学前に1年通って、うん、その後入学してから2年通って、うん、全部で3年でやったんですけど、3年でもやっぱほぼ週に2回通って2コマずつやらないと間に合わないんですね、単位が。すごい、結構果たしないですね、やっぱりやるとなると。その場所に通うのも大変ですけど、うん、何よりその宿題があるんですねその与えられた課題を読み込んで、まあ、ケーススタディなんですけど、いろんな企業のケースを読み込ん で、うん、で自分なりの考えをまとめて授業に参加して、うん、で考えを言わないといけないですね、うん、その準備が結構もう本当にその通う以外の毎日それをやるのでクラスメイトってどんな方が多いんですか？本当にグローバル企業ので勤めている方とか、ご自身のその事業の家業を継ぐ経営者になることが決まっている方とか、いろいろでしたけど、それこそ20年同じ会社に勤めていた私からすれば、うん、もう本当にいろんな業界の方とお話しできること自体もすごく学びでした。刺激的でした。はい、刺激的でしたね。そういう意味でも視野とかネットワークが広がって行ってよかったなとは思います。大変でしたけど。そこでのこう感じたことって、こう思い切った転職に何かつながる部分はありましたか？そうですね、大いにありました、うん、まあ、ヘッドハンティングのお話をいただいて、うん、なので転職しようとは思ってなかったんですけれど、思いがけずそういうお声掛けをいただいて、自分なりに20年でこうやれることはやったかなっていう感じもあったので、ちょっとお会いだけしてみようと思ってお会いした時に、まあ、今のハルメクの代表が宮沢っていうんですけれども、宮沢もたまたま、まあ MBA のホルダーで、まあ、そのちゃんと経営者と話ができるとか、共通の言葉でお話できるっていうのもあって、なんかこう、あ、もう大先輩ですね、 MBA の、ね、プロ経営者なので、うんうん、こういう人の下で働いたらもっと成長できるかもっていう、こうビジネススクールで学んだことが目の前にあるっていう感じだったので、うん、ここでだと実践できるかもしれない、はい、そうですね、みたいな、はい、もっと学べるかも、もっと成長できるかもと思ってジャンプするきっかけにはなったと思います。ハルメクを選ばれた理由っていうのは、はい、当時私がその20年勤めていた出版社で、なんとなくこう抱えていた課題、これも、まあ、ビジネススクールに通って俯瞰的に見る視点が養われてよりこう感じるようになったんですけど、すごく老舗の業界ですよね、出版って、うん、はい、ですごく洗練された成熟したビジネスモデルで回ってるんですけど、それがゆえにこう新しく成長できないっていう枷もあるんですね、うん、まあ、例えば本って書店でしか売ってないですね、うん、はい、基本的に。でその出版社から書店に届くまでに取り次ぎっていう卸の商社みたいなところがあるんですけど、うん、まあ、取り次ぎさんがいるから出版社は全国の書店さんにあまねく本を配ることもできますし、新しい本にたとえ宣伝力がなくても書店に置いていただくことで人の目に触れるとか、そういういい面もあるんですけど、それ以上伸びないっていうか、書店の数以上には伸びないっていう、そういう閉塞感とかもあったんですけど、ハルメクは書店では売らない雑誌なんですよね。お客様から直接ご注文いただいてご自宅に届けるっていう、その仕組みがすごく面白いなと思いました。最初書店に置かないなんてありえるのかなと思って、うん、どうやって売るんだろうと思いましたし、うん、ちょっと寂しいっていう気持ちも、ね、一切置いてないんですか？一切置いてないです。ああ、そうなんですか。私はずっともうその書店で隣の、うん、に並んだ類似の雑誌よりいかに目立つかとか、うん、はい、いかに手に取ってもらうかを20年にわたって考えてきてたので、うん、書店に置かないでどうやって戦うのかなって思ったんですけど、
でも一方で今書店って5割ぐらいしか売れないんですよね、うん、置いてる雑誌が平均で、うん、残りの5割は全部ゴミになってるんで、半分もなんですね。半分ゴミになってますね、平均だと。紙の無駄って言ったら恐縮なんですけれども、うん、その無駄が多いわけですね、ビジネス的にも無駄が多いんですよね、うん、結局その売れ残っちゃう分も価格、うん、売れる方の価格に転嫁しないといけないので、うん、それがまあハルメクの場合は、うん、あのもう最初から読者数が分かっているので、はい、あの無駄なく印刷して全部お届けする、うん、でそのお客様と近い距離で本が作れるっていうことがまず一つ面白いと思いました、うん、多分今の出版社が今からやろうとしても、うん、できない仕組みがすごくもうきちんとあったので、うん、その点でも面白いなと思いました、うん、そんなこう春めくに山岡さんが移られて5年で実売数3倍にまでなったという、そうですね、はい、まさにこう、まあ、私もきっと視聴者の方も知りたいのがその秘訣みたいな部分だと思うんですが、はいはい、本日のテーマを改めて教えていただいてもよろしいでしょうか。はいですね、じゃあちょっと書かせていただきます、はい、ありがとうございます。山岡さん、こういう講義みたいなことってよくされるんですか？あ、ないですホワイトボードに書くのが初めてそう、なんか結構字書くこと少ないですよね、はい、もう今の生活みたいな字で恥ずかしい。あ、いい問いですね。顧客理解本当にやれていますか、はい、ありがとうございます、はい、まず1番から、はい、ハルメク流顧客思考、はい、そして2つ目が顧客理解本当に本当にのことを教えていただきました、はい、本当にやれていますか。で3番ペルソナ設定は準備でしかない、はい、いや弊社 の、 あの海外旅行予約アプリニュートの顧客層と、はい、まあ、ハルメクの顧客層でいうと、はい、まあ、だいぶこう離れたところにはあるものの、はい、まあ、一つ一つがうちでもきっとスライドして使えるんじゃないかっていうところがたくさんあると思うので、はいはい、ぜひこう教えていただきたいなというふうに思うんですが、もともとその春めくという雑誌の特性とかっていうのを改めて教えていただいてもいいですか、はいはい、まず春めくという雑誌は、主に60代とか70代の女性に向けた生活実用誌です。で月刊誌です。と書店には置かないで、例えば新聞広告とかテレビ CM で、興味を持ってくださった方が電話なり、まあ、ウェブなりでお申し込みいただいて、それを、ご自宅に本をお届けするという仕組みになっています。定期購読の形ですね。はい、そうです。あの、うん、1冊だけでは買えなくて、1年または3年 の、うん、あの長いお付き合いをするっていうのが前提の雑誌なんですね。これが一つすごく大きな特徴になっていて、一つは直接ご注文いただいて直接お届けするので、うん、間に誰もいないんですね、うん、あの取り次ぎさんもいないし、うん、書店さんもいないので、私たちはその今読者が約50万人いるんですけれども、うん、50万人の方の、まあ、ご住所だったりとか、うん、ご年齢だったりとか、あのそういう属性も把握してますし、いつでも直接ご連絡することができるんですね、うん、なのでそのすごく近い距離で読者の声を聞いて、うん、雑誌を作るっていうことが、うん、できるっていうのが一つの特性です。もう一つはその会社の中に、シンクタンクがあるんですね、はい、出版社として珍しいことだと思うんですけど、うん、その社内に生き方上手研究所っていうシンクタンクがあって、こちらの方でも、うん、その読者の理解を深めるために雑誌を作る前にもいろいろな調査をするんですけれども、うん、作った後読んだ後にも、うん、ちょうど読み終わった頃に大量のアンケートを発送して、どういった、評価なのか、まあ、大きな特集はもちろん小さな連載に至るまで、うん、まあ、読んだか読んでないか、あ、まずそこからチェックするんですね。そうですね。それから読んだ結果、まあ、どうだったかを5段階で評価していただいたりとか、あとはフリーアンサーをたくさん書いていただいたりして、編集部とは別のシンクタンクがきちんと読者 の、 あの満足度調査って呼んでるんですけど、どれぐらい満足されたかっていうのを調査してます。まあ、このハルメク流顧客思考っていうのは、これが一つ目ですね、まさにつながる部分ですね、はい、そうですね、そういう読者と近い距離で一冊だけではなくて、年間でお付き合いをして関係を深めて親しく、むしろ読者の方も自分が参加してハルメクという雑誌を作っているっていう、私はハルメクの読者であるっていう感覚を持ってらっしゃるんですよね、うん、帰属意識みたいなものを作っていくような、ね、はい、我々はまあロイヤリティって呼んでるんですけれども、うん、まあ、書店で買う雑誌ってもちろん超愛読者の方もいらっしゃるかもしれませんが、
こう、まあ、バーッと見て、うん、たまたま興味のある特集を、はい、あのお買いになって、ね、先月読んだあの雑誌が何の雑誌だったか、うん、実はあんまり覚えてなかったりとかするんですけど、うん、ハルメクの場合はお家に決まった日に届きますし、自分で電話して注文しているので、あの私はハルメクの読者だと思っているし、うん、そしてそういうアンケートに答えたり、自分からハガキを書いて送ったりっていうような、そういう距離感の近さがハルメクの特徴ですね、結構こう皆さんアンケートとかそのハガキとかっていうのは、まあ、言ってしまえば結構手間はかかると思うんですよね、はい、その辺のこう参加率みたいなものっていうのが、はい、他の今までいらっしゃった雑誌に比べてやっぱ高いものですか？すごく高いですね。あの雑誌の中にご意見ハガキっていうのが閉じ込まれていて、はい、まあ、自分で書いて切手を貼らずに、送れるんですけど、あ、まあ、それがハガキだっていうのがあのこの60代70代の方の特徴なんですけど、うん、私たちちょっとハガキにこだわっていて、うん、やっぱ直筆で、うん、あの自分の字で書いてくださるんですね。でそれが月に3000枚ぐらい返ってきます。なるほど、結構な率ですよね。他の雑誌だとどんなものなんですか？そのどうでしょうね。結構、まあ、あのご意見くださいっていうのは私くらいの世代の女性誌とかでも見かけますし、はい、ネットでご意見募集っていうところはあるとは思うんですが、かなり多いと思います。多いですね。ハルメクの場合は一番大きな欄がハルメクへの短い手紙を書いてくださいっていう、素敵質問になってるんですね、はい、だから全然雑誌に関係なくてもいいんですね。自由記載欄ではあるけれども、はい、この手紙っていうワードがなんともこう愛がありますね、はい、そうですね。でその3000枚、月3000枚返ってくるものが12人の編集チームで手分けして1枚残らず全部読むんですね、うん、でそれによってこうもちろん編集スタッフは別に60代70代ではないんですけれども、うん、あの毎日毎日読み続けているうちに、うん、こう自分の中に60代とか70代の読者像っていうのがこう今どういうことを考えてらっしゃるかとか、こういう言葉を使われるんだなとか、やっぱ直筆で読んでいる方がよりこうリアルに自分の中にこう顧客志向が育っていくっていう。で一方でこれ定性って呼んでるんですけど、一方でそのシンクタンクが定量的にもアンケートを取って大量のアンケートを分析して集計して月に1回、編集部にフィードバックしてくれるんですね。で一方マーケティングチームっていうのもあって、まあ、雑誌の売れ行きの動向ですとか、新聞広告を見てご注文の電話をくださった方に一体どの特集タイトルに惹かれてご注文くださったのかっていうのもオペレーターさんが一人一人全員から聞き取っているので、もうご注文の際にそれを伺うんですね。はい、ご注文の際にお伺いするんですね。新聞広告にはいろんなコピーが書いてあるんですけど、どれを引かれて、ご注文くださったのか3つまで教えてくださいっていうようなアンケートをお客様センターでも取ってるんですね。でそちらのデータもマーケティングチームから上がってくるので、マーケティングチームのデータ、それから編集部が普段はがきなり、直接お会いして、感じている調査、それからシンクタンクがやる定量調査、これを全部組み合わせて、まあ、顧客のことを理解する、まあ、これがハルメク流の顧客志向ですね。まさにその部分が山岡さんがハルメクに入られて作った仕組みでいらっしゃるんですか？実は仕組みのほとんどはもともとあったんですね、はい、ただそれがこう活用されていなかったっていうのがあると思います、あのシンクタンクは毎月毎月調査もしてました。それまでもしてたんですね。はい、してましたし、であのマーケティングチームも毎月毎月お客様センターで聞き取りもしてたんですけれども、これらのデータが、雑誌作りに生かされていなかったっていうのが6年前の状況でした。具体的に何かこう社内の意思決定の方法とか、それを吸い上げる仕組みとかで、はい、山岡さん意識して変えた部分っていうのはどういったところですか？はい、そうですね、まずこれだけの膨大なデータがあるということが、もう宝の山であり、他の出版社だったらもうありえないことで、これだけあればこれをちゃんと使えば、まあ当時6年前私が入社した時はちょっと部数がだいぶ下がってたんですけれども、これを絶対に回復させることができるから、このデータをしっかり活用しようということを編集部にあの伝えました。それまでの編集部っていうのはやっぱりあのデータがあるのは知っているけれども、あの自分たちの考えとちょっと違う結果だったりとか、例えば
我々はこれが面白いと思って作っているのに、そのシンクタンクが上げてくる満足度調査によればあんまり評価が高くないと、はい、でこういう結果を突きつけられた時に、うん、編集者としてどうするかっていうことなんですよね、うん、でその多分6年前までは、まあ、それでも一部の人の意見ですよねとかちょっとこう目つぶってしまうような部分があったんですね。聞き方が悪かったんじゃないとか、読者のでもありがちかもしれないですよ読者の方多分理解ができなかったんじゃないとか、なんか読者のせいにしちゃうっていうかだからあるいはマーケティングチームから上がってくるものも、うん、まあ、同じですよね、うん、そのもったいないなと思って、うん、なんか多分顧客思考をやるためのデータも揃っているし、うん、仕組みもあるんだけれども顧客思考そのものがちょっと足りてなかったんだと思いますね、うん、それをじゃあ実際にこう現場で生かしていくっていうところがまず一つ山岡さんが意識されて徹底的に、はいはい、具体的にその例えば特集の組み方とか、はい、ちょっとしたもしかしたらこう表現の仕方とか、はい、もう細かいところから大きなところまでこの宝の山からヒントを得て変えていったっていう、はいはいはい、そうですね、うん、そのシンクタンクのデータは本当に緻密で、うん、読んだか読んでないかと5段階評価が出るんですけど、うん、それをクロス集計して年齢別に出したり、購読歴が短い長い別に出したり、こうそこからの分析ができるようになってるんですね。しっかりもともとしっかりとした調査を行われていたんですね、はいはい、行われてきました、うん、でそれをきちんと見ることで、例えばこのテーマは、非常に閲読率って言って読まれているのに評価が低い、まあ、でも読まれているのはいいことなので、はい、じゃあこれはなんか見せる力はあったんだけれども、内容がきっと読む前に期待したものと違ったってことだよねって、そこからこう読み解くことができますよね、はい、タイトルを見て、うん、あ読もうと思った、うん、だけどそのタイトルから想像していたことや期待していたことと内容が違ってた、うん、だから評価が低い、うん、そういうふうに仮説を立てることができる、うん、まあ、一つ顕著だったのがスマホの使い方っていう特集で、これ今では春めくの名物っていうぐらいの大ヒット企画なんですけど、それの初回を私が入社する直前に一回やってたんですね。でそれなりにニーズがあって、お申し込みも定期購読のお申し込みもあったんですけれども、読後の満足度調査の評価がかなり低かったんですね。でそれが先ほどと同じ分析ができて、うん、何か期待するものがあった、うん、スマホの使い方特集というものには、期待値が高い、うん、で定期購読の申し込みもあった、うん、だけど読んでみたら思ってたのと違ったっていうことですよね、うん、それが何なのかっていうことを、うん、まあ、フリーアンサーですとか、うん、ページごとの調査結果から、うん、読み解いて、さらにそのマーケティングチームからのデータも含めて考えたときに、どうやらまず難しすぎた。全然こちらから見ても難しいことは書いてないんですけど、うん、60代70代の、まあ、シニア世代におすすめのアプリの紹介とか、うん、まあ、ごく一般的な内容でよくある内容だと思うんですけれども、はい、そこがもう難しいっていう評価になってるんですね、うん、どこでつまずいてるのかっていうことを調べようっていうことになりまして、その読者のスマホを買ってまだ日が浅い方数十人の方に、はい、毎日毎日スマホ日記っていうのをつけていただくっていう調査を行いました。具体的に何をしていただくのか毎日一日中、一日の中のどのタイミングでスマホを使ってどういうことにイライラしたか、うん、モヤモヤしたか、うん、あるいは嬉しかったか楽しかったかを毎日日記につけていただいたものを1週間分つけていただいて、数十人回収してそれを分析を行いました、うんうん、そしたらその結果、そのアプリとかダウンロードまで全然行ってなくて、シニアの方が8つのストレスに、はい、悩んでいるという、はい、結果が出たんですね。すごい。スマホを動かすと画面がくるくる回ってしまって、はい、あれが鬱陶しいんだけど止められないとか、うん、見ながら料理を作っていたらすぐ暗くなるとか、あるいはスマホが位置情報のこうアクセスを許可しますかみたいなことを聞いてくるんだけど、うんうん、何を聞かれているのかわからないのに、うん、答えがイエスかノーしかなくて、うん、どっちを押したらいいかわからないとか、うん、そこで止まってるってことが分かったんですね、うん、なので2回目のスマホ特集の時に、8大ストレス、うん、全部解決っていう特集を組みました。これは、はい、もう改善された後のスマホ特集ですね。そうですね、はい、
であとは例えば用語がわからないとかですね、うん、タップがわからないとかスワイプがわからないとかですね、うん、でブラウザって何と か、うん、か用語の解説とか、まあ、アイコンの解説とか、うん、アイコンもアイコンっていう言葉がまだわからないんですけど、うん、そういうその8大ストレスを、解決するってい う、 もうアプリとかダウンロードとかも一切もうその話は一切しないで確かになんかその段階の方にじゃあおすすめアプリ10選って言われて も、はい、もう何の話をしているのかっていう、はいはい、確かに大きなズレにはなってしまいますよ ね、はい、すね。まあ、これ本当あくまで5年前6年前の話なので、うん、今のシニアはもう全然そんなことに悩んでないと思いますけど、はい、当時はそこでつまずいてるってことに誰も気づかずに、うん、特集を組んでしまっていたので、うん、その8大ストレス全部解消っていう特集を組んだら爆発的に売れました。お社内 で、 そうですか。記念 の、 あの表紙をデザインした記念のケーキ作るぐらい売れたんですだからそれはだから新規のお申し込みがわっと入ったということですね。そんなに来ると思ってないのでお客様センターもパンクしてしまって、もうずっと、まあ、申し訳なかったんですけど、あの電話の順番待ちが一日中ついていて、そんなに反響が大きな転機になりました、うん。まあ、それをもってやっぱ編集スタッフもいかにその我々が持っているデータが有効で、あれを使えばこれぐらい1回目と2回目で違う成果を出せるんだっていうことにあのみんなも気がついて、それからはずっと徹底して熱い情熱とデータの分析と両方で回していくっていう編集体制になってます。私自身もこう思い込みによって企画を走らせてしまったりとか、はい、あのうちでいうと旅行の商品を作ってしまったりとかっていう時に、はい、あ、ずれてるっていうのはいくつかやっぱり経験があって、最近もあの Z 世代、はい、若い世代にちょうどこう海外旅行に行かれなかった世代なんですね、はい、初めての海外旅行でこう何をしたいって言ったら、実は行っていなくても今の子たちってものすごい情報量の中で、はい、行ったことがないのに韓国の有名なカフェの名前とかいくつも出てきたりとか、まあ、世代も違いますし、ただ旅行というところで自信持ってこれだと押し付けていてはダメなんだな、やっぱり実際に会って話を聞いてみると思い込みってしてしまってるんだなっていうのは実感するところなんですけど、こうまさにそこまでスマホ日記までつけてもらってこそ見えてくる部分があるんだなっていうのは、逆にヒアリングとか調査の仕方とかもこっちだけの目線でやってしまうとずれちゃうのかなと思うんですけど、うん、その辺のコツって何かありますか？はいはい、そうですね、もう今まさに大木さんが言ってくださった通り、うちの会社のこう V 字回復の大きなポイントが思い込みを捨てるっていうことでした。そうなんですよね、はい、本当にそうで、その低迷していた頃は、うん、多分思い込みで作ってたんだと思うんですよね。特にシニア市場って思い込みによる失敗がしやすいと思います。誰もシニアになったことがまだないんですよね、そのビジネスをやっている世代の方って、ね、例えば女子高生向けの何かビジネスをするとか、あるいは新米の主婦の方向けの雑誌を作るとかっていう場合って、まあ、だいぶ立場が違ったとしても、あるいは時期がだいぶずれているとしても、確かに思い返せば、はい、でも一部女子高生だった時代あるあの頃の甘酸っぱい思いである、ある新米主婦だったことも失敗もしたことあるみたいな、うん、でもシニアだけはおっしゃる通りですね、はい、きっとここにいらっしゃる方も誰もなったことがないのに、これは徹底調査するしかないですね。でもなんか思い込み、それはなんか自分の母親とか父親ぐらいの狭いサンプルの中でシニアの人って、まあ、極端に言えば例えばもう恋愛なんてしないだろうとか、あのお洋服の流行のお洋服なんて着ないだろうとか、あと美容にはもうあんまり興味がないだろうとか、社会情勢に興味があるだろうとか、孫には出費を惜しまないだろうとか、うん、はい、時間とお金がいっぱいあるだろうとか、はい、全部そうじゃないかなって思いますよね、はい、でそうかもしれない、うん、でもそうじゃないかもしれない、はい、だからそれ全部一から調べる、で、うん、去年はそうだったけど今年はそうじゃないかもしれない、変わるんですね、変わっていくと思います。だって、まあ、10年経ったら、はい、10年違う世代がまたその世代になっていくわけですから、はい、そうです、怠らないことですね。そうです、怠らないし、だから我々スマホ特集って毎年作ってるんですけど、うん、毎年ゼロから調査します。
今何がわからないのか。もう去年、はい、去年の反省生かして今年はこれでいこうよは絶対しない、はい、絶対しないですね。もう8大ストレスが判明したことは全部一回捨てて、また最初から調査します。それをスマホの特集だけじゃなくて、年金の特集やるとき、健康の特集やるとき、おしゃれの特集やるとき、全部同じやり方で思い込みを捨てて、もしかしたらピンク着るかもしれない、ミニスカート履くかもしれない、ハイヒール履きたいかもしれない、あるいは履かないとしたら何が理由なのかとか、流行の服に興味あるかもでもないかも、なんかそういったことを全部調査して、今この瞬間の60代70代の方が何に悩んでいて何が知りたいのかに徹底的に寄り添って作る、我々の考えとか思い込みっていうのは捨てるっていうのがまず大前提なんですね。これはもう刺さりますね。なんかこうおっしゃる通り本当にこうありますよね。どんな仕事にもターゲット層はあって、はい、でそこをもうなんか思い込みで突っ走っちゃうようなことっていうのは、はい、どこの業界にも共通して言える部分かもしれないですね。はいはい、そうですね。このペルソナから想像して、うん、この人のためにどんな商品を作るか、ちょっとこう憑依してくるみたいな、ね、イメージですかね。はい、そうですね。この方のために、何ができるか、何が提案できるか、この方の幸せを深く願って、憑依させて何かサービスとか商品を想像力豊かに考えられるかっていうところが大事なのであって、その A 子さんがアルメクを読んでくれている理由、3つぐらい言えるようになってくると何にでも理由があるっていうことをこう考える訓練になるかなと思って、徹底されてますね。毎度ご覧いただきまして本当にありがとうございます。やっぱり一人でも多くの方に見ていただけているのが励みになります。もしよろしかったらコメントなども頂戴できると嬉しいです。そしてごめんなさい、お願いばっかりで、チャンネル登録もお願いします。